番組のマムザマッチ藤田勇樹選手、おめでとうございます。ありがとうございますあの振り返るといかがですか。まあ引き分けではありましたけども、マムザマッチ受賞の感想を教えてください。あんまり実感ないです。実感ないですか、はい、いやあんまりいいプレーしてる気持ちもなかったので、あら、はい、なんかラッキーな感じ。これどうでしょう、結構なんか隅取ってる守備が目立ってたと思うんですが、小島選手から見て、もう隣から見てて尊敬の眼差しで見てました、はい、いや本当そう、それはないな。いやいつも隣で助けてもらってるんで、はい、今日はですね、実はその2人もう J2 屈指の、名ボランチは本当にお互いのことをよく知ってるのかクイズ。急に来た何のことか分からない何のことか分からないです。お前のここがやっぱすげえと思うぜを教えてください。まずは藤田選手から小島選手。やっぱ視野が広いかなっていうのが一番思いますね、はい、なんかやってて、あ、まあ、対戦してるときはあんまり分かんないですけど、はい、紅白戦とかで、はい、一緒にやってるときに、あ、ここ見えてんだとか、あ、ここ見ながらサッカーやってるんだみたいな感じで見てて、はい、結構びっくりします。お、そしてお返しです。やっぱり得点感覚ですかね。ゼロ点やってまだゼロ点俺だけ結構出てる中で俺だけギクシャク大丈夫ですか。ゼロ得点。いやー、イム君のすごいところは本当にボールを、はい、取り切れるところですね。やっぱりノーファールで取れるのはやっぱり J2 の中でもトップクラスだと思いますね。ありえないですよね、そうですね、あの位置でファール、はい、今ハマってる相手のサッカー以外のハマってること、あ、分かるかな。俺の俺1個ある、1個高いと思いますので、いけると思いますよ。イム君は、ズーキーパースそっちか携帯ゲームにあるんですけど、なんか動物のなんか3つ揃えたら消えるみたいな、ちょっと眼筋に繋がるんじゃないかみたいなのを、なんか眼筋に繋がると思ってやってます。動物園のキーパーさんになれる。そういうキーパーさんキーパー、いや普通のアプリのゲームっす。あの小学生がするようなアプリをなんかちょっとハマっちゃってますね。それは正解ですか。まあ正解です。正解出ました、はい、ようやく、はい、シュートも実はなんかズーキーパー陰でこそこそやってると思います一回やってたんですよ、はい、でなんかちょっと負け始めてイラついてやめたとか言ってるけど、はい、多分実は家で一人でやってます。ちなみに僕は300万円ぐらいこれ最下位300万円ぐらいなんで一番弱いです。めくそはんいやいやいや、俺もうちょっと上ですよ、はい、まあ同レベルみたいなんですけど相手のここまでのゴール数、アシスト、イエローの数を答えなさい。まずは藤田選手。あ、シュートですか、はい、結構決めてるんですけど、はい、確か5ゴール3アシストイエローカード2ぐらいかな。ちょっと違うな。ちょっと違うか、ちょっと違うかな。点は合ってますが、4アシストぐらいしたかな。イブ君は5ゴール5アシストのカード0ぐらいですかね。0ゼロやって俺まだ1回も絡んでないで。0ゼロのカード1。そう、正解。それは知ってるんですか。はい、俺知ってます、はい、ライバルなんで。不名誉なチーム内のライバルなんで一応確認してますけどすごいいじられてますけど、得点とアシストの点は小島選手が5で、アシストは小島選手 4でいいですか。はい、多分4か 3か4どっちか。ちょっと資料によって若干違うところがあったりするんですわ、はいはい、でイエローは3リーチかかってる、はい、で藤田選手は0-0の1、はいはい、0-0です。でもここからです。ここからです。はい、ここからまだ13試合あるんで。すごい、小島選手のキャリアハイですよね。そうですね。はい。の中ちょっとものすごく気にされてるそうなんですよ、藤田選手は。いやいやいや、ゼロだというのが。やっぱりね、イブ君がボール取ってくれるから俺は前に行けてるんで。でも俺もキャリアハイまであと1点なんで。チャンスはあります。チャンスは、ね。いや、過去1ゴール。1ゴールしてるんで。1ゴール。キャリアハイタイですね。今年結構チャンスあるんですけどね。そうですよね。そうなんです。チャンスあるね。クロスバーとかポストまではちょっとやっぱセンス、それも言ってないですね。センス。ゴール前のちょっと落ち着き。高まりがね、ちょっとすごいから。自分が出ちゃったんですよ。
そうなんですよね、すごい人のために頑張ってる感じがあると思うゴール前になると急にちょっと皆さんにはそう見えちゃってる、出しちゃう、ちょっと裏では自己中な部分がすごい出てそんなことないですよ、本当にアドバイス、まあ微妙なところです、まあでもチームみんなからしたらもうかなり助けられてるんで、誰も攻めるところじゃないし、やっぱりそこで誰かが頑張って守備してるから誰かが点取れてるわけなんで、まあそこは本当にあんま気にしなくてもいいんじゃないかなと。ぜひ決めた時はすごい真っ先に抱きついていっていただければ、なんかガッツポーズやってほしいですね。ガッツポーズ、ね、なんかかっこいいやつを、眼筋のガッツポーズを眼筋のガッツポーズ決めたらこうやってやろうかなってこうやってやって目こうやって左右に動かす、まあいろいろあるんですけど、じゃそれ次決めたらアップ目で、はい、ダゾーンのカメラで抑えますんで、はい、眼筋パフォーマンス、はい、やっときます、期待したいと思います、はい、次のヴェルディ戦に向けて前期悔しい引き分けに終わってしまったので、はい、まあなんとか次はホームで勝ち切れるように頑張りたいと思います、はい、そして今ヴェルディ3連勝してて波に乗ってると思うんで、やっぱり岡山の無敗を止めたように自分たちがその3連勝を止めて、で今勝ち点も6差にいると思うので、それを詰めれるように、まあ、勝つことだけを考えてやりたいなと思います。